福井空港は、福井県堺市春江町交流中にある地方、管理空港である。定期便の発着は1976年、以降内が、自家用プロペラ機、グライダーなどの発着が行われている。グライダースポーツが、盛んに行われており、多くの大学の航空部がここで訓練を行っている。国内で数少ない航空機栄光での訓練が、行えることが、 グライダー愛好家が多く利用することでも知られている。同立船のグライダー協議会は毎年ここで行われている。福井県警察のヘリコプター、クズリュー福井県防災航空隊の消防防災ヘリコプター、ブルーアローの基地にもなっている。また、空港内にドクターヘリも配備され、福井県立病院を拠点とし2021年5月24日に運航を開始した。 福井県内では、南南地域で、関西広域連合の刑事ドクターヘリと、大野市泉地区で、岐阜県ドクターヘリの共同運行も行っており、県ドクターヘリ運行開始後も継続する。イベント、福井空港スカイフェスが、各年ごとの秋に開催されている。福井空港付近の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。2008年4月30日撮影の8枚を合成作成。福井空港の建設地として、堺郡春江町が上がり、その後調査を経て1962年に春江町随王寺地区を候補とした。翌年1963年に用地買収に調印し、1964年に工事を開始。 1966年に開港した。同年7月1日、全日本空輸が、フォッカー F27 を投入し、東京国際空港線が1日1の2便、就航した。しかし1973年に、近隣の小松空港が、ジェット化された影響で、乗客数が減少、滑走路が短く、機体を大型化できない、福井空港の発着便は、 採算が悪化し1974年12月1日からは名古屋の立議となり、1976年4月に定期航路が廃止された。1985年、福井県は滑走路の延長を2000メートルに拡張する計画を決定した。調査が行われるものの、地元住民からの強硬な反対運動に遭う。 1986年の第5次空港整備5カ年計画に福井空港が組み入れられ滑走路延長へ向けた動きもあったが依然住民の反対は根強く具体的な取り組みができないまま計画は事実上放置された一方で小松空港へは空港連絡バスの整備が行われアクセス改善が進んだ2000年公共事業の抜本的見直しに関する 統合医による公共事業の見直しで福井空港拡張整備計画は地元住民の意見が醸成されていないとの理由で唯一保留扱いとされた。翌2001年には全国的な公共事業の見直しの機運もあり、福井県知事の栗田幸男が同年9月14日の福井県議会において福井空港拡張整備計画の凍結を表明した。 地権者との交渉が難航して、拡張事業に着手できる見通しが立たなかったのが理由で、これにより事実上ジェット化の構想は白紙となった。2003年6月27日、県議会で福井県知事の西川一世が、福井空港拡張整備計画の断念を表明した。北陸新幹線、小松空港重視に政策を転換し、 現滑走路の利用を軸に有効活用を模索することになった。2021年からは空港の有効活用の一つとして宇宙航空研究開発機構が滑走路を利用して JAXA が開発を進めている氷雪モニタリングシステムの実証実験を2年間実施している。2006年9月30日国土交通省大阪航空局福井空港 出張所と気象庁東京航空地方気象台福井空港出張所が閉鎖。同年10月、空港管制業務が中部国際空港からの遠隔管制に移行した。現在、国内外の定期路線は設定されていない。前述の通り1976年までは羽田便が運航されていた。他にも小松、名古屋、新潟便が設定されていた時期がある。 国土交通省空港管理状況調書によると、福井空港の乗降客数を呼び、着陸数は以下の通りとなっている。乗降客数は2009年の26人を最後に記録されていない。一方、着陸数は年度に相違はあるが、富山空港の国内線とほぼ同じレベルとなっている。また、2018年には、 着陸回数が2930回のうち、グライダーの着陸回数が1450回。2019年には、着陸回数が3491回のうち、グライダーの着陸回数が1778回と、それぞれ全体の半分を占めている。A、インデペンデントガミが2009年6月18日に発表した、世界で最もおかしい空港名の、 最も野蛮な名前部門で、福井空港は第1位に選ばれている。その理由としては、2008年に大リーグに移籍した福留孝介の名前が、ファック・ユ・ドゥ・ムイと聞こえるとして論議が巻き起こったのと同様に、英語圏の人々にとって、福井という単語も際どい発音であると見られている。なお、福井に近い発音のものでは、フェイク・フェイク空港も選ばれている。 ありがとうございます。